って中途半端だと思うんです。私がお兄ちゃんを恋愛の対象として見ていることは広く知られていますけど、またまたお兄ちゃんとか照れくさがっちゃって。知ってますか、そうやって素直になれない人のことを世間ではツンデレって言うんですよ。いいですよお兄ちゃん、その感じいかにもツンデレっぽくて、あっこはゾクゾクしてしまいます。おや、曇ってきた。恥ずかしがらずにリピアフターミー。アキコのことなんて全然恋愛対象として見てないよ。そんな態度を取れるのは今のうちです。次の休み時間こそお兄ちゃんにもっとツンデレっぽいセリフを言わせてみせます。はいはい。やっぱりお兄ちゃんにはまだ友達ができていないみたいです。次の休み時間も行くって約束したのに体育があるのを忘れていました。お兄ちゃん、ふつつか者の妹を許してください。また始まっちゃいましたね。お兄ちゃんが転校してきてからいつもこんな感じだものね。でもそろそろ着替えないと遅刻しますよ。そうだね。